水球日本代表ポセイドンジャパンのエース稲葉雄介、いよいよ始まるオリンピック。黒髪のダビデ像、ブーメランパンツを履いた水中格闘家、彫刻のような筋骨隆々の肉体でキャッチボールを繰り返しております。ご覧のように水球は片手のみでボールを扱わねばなりません。この勢いでメダルもしっかりキャッチしたい。まず目指すのはグループリーグ突破、初戦は7月28日だ。